校生たちが教わっているのは竹と布を使った短歌の作り方。今日は自衛隊佐賀地方協力本部唐津出張所や大村駐屯地などの隊員25人が唐津西高校を訪れ防災教育を行いました。生徒たちは災害時の応急対応としてコンクリートの地面で缶詰を開ける方法や救助活動などの時に強く固定するロープの結び方などを教わっていました。そう、意外と身近なものでその人を助ける道具が作れることがとても素晴らしいなと思いました。冷静に判断していくことで人の命もより救えることができるかなと思って、今日の防災訓練を生かして日常生活にどんどん生かしていきたいと思います。講義の中で自衛隊員は災害はどこで起きるかわからない、自分のことは自分で守るという意識が大事だと呼びかけていました。